はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん、レゴネックスナイツクレイとラバリアです。はい、レゴネックスナイツのなんか小さいねミニフィグだけのシリーズがあったので買ってきましたね。うん、あとシールドね。そう、シールドも入ってますね。こちらがクレイで、こちらがラバリアという敵の方ですね。はい、うん、クレイを持ってたけど、またちょっと別のシールドとあと別の装備があったのでこちら買ってきました。はい、ではエイシンクはこれクレイ作ってください。はい、パパはラバリアの方を作っていきたいと思います。はい、はい、では作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。はい、これはパパが作った方だね。はい、これがラバリアでございます。うん、かなり大掛かりなミニフィグだけど、うん、実際はですね、これは周りは置いてある台みたいになってますね。うん、で、このラバリア自体はここで取れるようになってます。クモみたいな足だね。うん、怖いよねこれ。うん、羽もついててね。うん、悪役としてはかなりいい。うん、そしてレゴのミニフィグとしてもかなりいいねこれね。うんうん、縦の部分、シールが離れるとこね。そこもなんかごつい。そうだね、シールドは3つついてまして、うん、こちらとこちらとこちらですね。はい、これがヘビ系。うん、これがファイヤー系。うん、でこっちが、ビートル系っていうなんかの虫系だね。うん、はい、あとこのラバリアですね、なんと体取れて、うん、普通の足もついてきておりますので、はい、それで普通の人間状態にもできますね。うん、で結構長い槍を持ってます。うん、ここがかっこいいな。うん、でちょっと他の装備もやってみようか。はい、はい、装備を変えてみました。はい、ボウガンみたいなやつに変えてみましたね。うん、こちらファイヤー系でございまして、うん、一応このボウガンですね、ここのボタンというかこのつまみを押すと発射するようになってます。いくよ、こんな感じ。結構勢いよく飛びますね。はい、これはスターウォーズでやるとさ、ボウキャスターだね。あ、そうそう、ボーキャスターみたいな。そう、ボーキャスターみたいなやつですね。うん、はい、こちらがヘビのシールドをつけた状態ですね。うん、ヘビが1匹こう、血を張ってて、はい、もう1匹は持ってるって。うん、こういうやつですね。捕まえられたんだよね。ポイズンスネークっていう名前だったかな、これね。うんうん、このラバリアはですね、なんかどことなくダースモールっぽいね。うん、で、一応、顔を回転させるとちょっとね、半笑いの状態になりますね。はい。続いてこちらがクレイですね。クレイですね。うん、かっこいいね、これもね。うん、ロボットアームみたいなのがついてますね、後ろはね。うん、はい、シールドも3つついておりますね。はい、今回は、うん、なんと鎧もクリアパーツなんですね。そうだね、かっけ、これクリアパーツ。この口の周りもクリアパーツだし、うん、剣もそうだね。うん、でここの後ろについてるブレードもクリアパーツですね。うん、でこのクレイも他の装備に変えてみましょうか。はい、ファイヤーになりました、ここが。うんうん、剣だったのがファイヤーになって回転する、うん、ブレードがね。はい、かっけ、ドラゴンのマークだからね、なんかそういった、うん、アクションが起きるんだろうね。うん、こちらが最後のフォームだね。はい、これは縦ベースかな。うんうん、ここに縦がもう一個ついているだけだね。うん、反対側には縦はないですね。はい、あと縦がなんかこのブロックみたいのになんか変な光みたいのがね。そうだね、多分防御力アップみたいな、そういうやつじゃないでしょうか、ね。そうだね。あ、そしてクレイは今こんなね感じの表情なんですけども、これをまたひっくり返すと、はい、ちょっと怒ったような表情になりますね。はい、はい、はい、ということで今回はレゴネックスナイツクレイとラバリアでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、なかなかこれいいね。うん、これちっちゃいシリーズっていうのがいっぱい出てましたので、うん、今後もやっていきましょう。はい、っていうかね、レゴネックスナイツのあのシールドが150個以上あるみたいで、うん、150個、まだね、うちらね18個ぐらいしか集められてなくて、18か15、あ、ちょっとね、全部集めるのはまあ無理だろうね。うん、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、ここ書かないでくれる、エイシン君。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。